ね、スマホを使わないって言ってた人も使うようになってくるし、携帯電話を持たなくてもいいんだっていう人も持たなくなってきますし、なんかね、自分の中の絶対を変えていける強さ、そして変えない強さ、この使い分けなのかなと思いますよね。だから頑固でいても誰も得しないんでね、なんて言いますかね、相当な大物なら別なんですけども、まあなんていうのかな、その大したものを持っていないのに、その持ってるものすら失うことが怖いみたいなね、持たざる者が失敗の何を恐れるみたいな言葉もありますけども、まあ、私たちはもうね、顔出ししようか顔出ししまいが、もう取るに足りない存在なんで、まあせめて持ち物を出していけばいいんじゃないかなと思うんですよ。まあ、個人情報みたいな話もありますけどもね、それほど重要な個人情報を持ってる人っていうのがね、さあ誰なんでしょうかみたいな感じですよね。うん、まあ、もちろんね、恥ずかしいこととかは別にわざわざ言わなくてもいいと思いますけども、自分の顔をさらして名前を出すぐらいの個人情報だったらもういくらでもどうぞみたいな感じですよね。個人情報をさらしてやばい目に遭うんだったら孫正義さんどうなるんでしょうかとかね、いろいろありますからね。うん、まあそれにね、その市区町村の市長さん、首長さんも顔も名前もさらしてますしね、選挙でね何回も名前連呼して顔をさらしながら車でこうやって目立つところで大声上げて「ここにいますよ」って言ってるわけですよ。でしかも当選したら叩かれるわけでしょ。だから安全な立場にいる人がまあ名前をさらさない、顔をさらさない、コンビニの店員さんだってさらしてますよね。まあいろんなこうに違いない、これは怖いあれは怖いっていうものがちょっとしたきっかけで変わることってあるんじゃないかなと思います。高橋がなりさんね、がなりって名前誰がつけたんですよね。がなりってこうなんかがなり立てるみたいな、ね、ことがありますけどもね、まあ負けず嫌いって言葉もありましたけども、いややっぱ負けたくないですね。負け癖がついちゃいますよ。負けに慣れてしまうっていうかね、やっぱり負けてたまるかって気持ちとかね、やっぱこう根性を出して退かない精神とか、しかし自分の負けを認める勇気もいりますね。男の人生ってのは勝負の連続ですから、戦って敗れることもあると、まあ引き際が肝心というかね、負け方が肝心ですよね。そのしっかりと自分の負けを受け止めることによってまた一歩進んで、負けられない勝負で勝つこともできるし、負けれるうちは負けとけばいいと思うんですよ。新人のうちとかね、持たざる者のうちは。上り詰めちゃうとこけられない時ってきますからね。その時のために負けれるうちは負けときましょうか。いってらっしゃい。